アウストレジェジロでタイで署名アウストレジェジロでタイでは、ブラジルの作家、ジャーナリスト。世界人権宣言の審議には、ブラジル代表として参加した。ブラジル文学アカデミーの総裁を34年間、務めた。1898年、ブラジルのペルナンブコ州、カルアルに生まれる。リオデジャネーロ連邦大学卒。幼い頃から神学校に学び、 聖職者として、当時主席として、民間の教育に専念していた。その中、キリスト教の教えに疑問を抱き、聖職者の道を諦めることを選ぶ。ここから、ジャーナリストとしての活動が始まり、1930年代、新聞記者として活躍。また、ジャーナリストの活動の中で、三度の投獄、三年にわたる亡命生活も経験する。 その亡命生活の中では、ヨーロッパの文化や法制度、国民の行動様式を学べるきっかけともなる。精力的にジャーナリスト活動に携わり、生涯で書いたコラムは5万本。テレビには20年間、毎週1回出演。ラジオには30年間、毎週1回出演。講演も40年にわた、毎週のように行った。毎日約6本の記事を書き続け、 晩年も毎日3本の記事を執筆していた。また、入院生活の最後の最後まで記事を書き続けた。世界人権宣言にもブラジルの代表として参加する。その後、ブラジル文学アカデミーの総裁を34年間、務める。1993年、94歳で逝去世界人権宣言の起草にあたっては、国連総会。 国際連合経済社会理事会から送付され、宣言の草案を審議した第3委員会に、ブラジル代表として参画。第1条の審議にあたっては別個の提案をし、議論を深めるのに貢献した。第26条の教育の権利についての審議でも、値では、すべての人が教育を受ける権利は、疑いの余地がない。人類の遺産を分かち合うことは、 現代文明の基礎を構成するものであり、タレ人によっても否定されるべきではない。教育なくして個人が自分の人格を深めることもできない。それこそが人生の目的でもあり、社会の最も重要な基礎になるものなのだと述べている。世界人権宣言の基礎委員会の副議長を務めたフランスのルネッカさんは、ノーベル平和賞の受賞の折、この賞をブラジルの偉大な思想家、 アタイデ氏と分かち合いたいと話した。アタイデ氏は、ブラジル文学アカデミーでは34年間総裁を務めた。ブラジル文学アカデミーとは、母国語ポルトガル語と文学を、ブラジルで発展させるために設立した。そこで、アタイデは34年間の中で、1日も休むことなく、運営に携わり、一度も会合を休むことがありませんでした。当時、 お金のなかったブラジル文学アカデミーで資金繰りをし、文化センター建設をも可能にさせた。ブラジルのジャーナリストのシー・セロ・サンドローニの証言、世界人権宣言成立の経緯から、ハット・ザ・ユニバーサル・デクラレーション・オブ・ヒューマン・ライツ・オリジンズ・ドラフティング・アンド・インテント。ありがとうございます。